鍵がかかってます。どうにかできないものですかね。何をしてるんですか。調理室に入る方法を考えてました。そこはまだ調べていませんので。冷静ですね。この人は本当にストーカーなんだろうか。もしストーカーなら誘拐犯側の人間だと思っていた。でもホエミーを殴った時、明確な敵意を感じた。怒っていたんだ、カイさんは。サラさん、あのカイさん、あなたは。あっ、電気が。サラさん、大丈夫ですか。私は平気です。罠かもしれません。電源を探してみます。めっちゃ光ってるけど。何かが光っている。よく見て確認する。蛍光塗料で書かれた文字が光っているようだ。何かの紙に書かれているような。これはカード。これを手にした者へ、これはもうお前の所有物、決して肌身離すな。これは出口への鍵。誰にもカードの存在を知られるな。反すればお前は死ぬ。なんだこれは。サラさん、無事ですか。大丈夫です。電気がついたみたいですね。一応今の一瞬で異変が起きていないか他の部屋も見てきましょう。カードの裏を見る。鍵盤？カードの裏側を見ると奇妙な絵が描かれてあった。鍵盤？さっきの文字も見えなくなってしまったようだし、この鍵盤とは一体。書かれたルール通りにしなければ死ぬ。また奴らに誘導されている気がする。なんだあれは。さっきまで何もなかった空間に階段がある。これも仕掛けなのか。大きな階段が上へと続いている。見てよサラさん、気づいたらこんな階段があったんだ。どこへ続いているんでしょうか。わからないけど、少量だけどホエミーの血が点々としてるんだ。きっとこの上に行ったんだよ。ホエミーが。他には誰が行きましたか。僕も今来たところだからわからないよ。誰かいなくなってないかい。一人でこんな階段を進む人がいるとは思えないが。もしかして登る気じゃないよね、サラさん。悪いことは言わないからさ、今はやめておこうよ。それよりサラさんに見せておきたいものがあるんだ。え？食堂の奥へ来てよ、お願い。あ、そうさん。なんだろう、見せたいものって。いつの間にこんなもんが。まさかこの階段の先はメインゲームの会場。わからんけど、どの道いずれは行くしかねえってことだろうな。くそ、どうせ罠だぜ。どうするさら。今はみんな浮き足立ってます。行くなら全員がまとまってから行きましょう。でもよ、メインゲームの話聞いたろ。俺たちの中から誰か一人を死なせるんだぜ。参加する気はもちろんねえが、心情的に団結はもう無理なんじゃねえか。そうかもしれませんが。くそ、しゃあねえ、待ってみるぜよ。お前さんを信じてみるべや。ここを上がるときは全員が揃ったときじゃ。もし勝手に行こうとする奴がいたらとっ捕まえてやるけ。手荒にはしないでくださいね。奥がどうのこうのって言ってたな。こっちじゃなかった。まあいいか。ほら、これで拭け。ありがとうございます。ち、あのクソ人形め、着替えなんてねえのに。そういえばお漏らししたんでしたね。カンナはとても驚いたような目でこちらを見た。その目は今までのような信頼を寄せたものではなかった。
私はカンナに嘘をついた。その嘘が結果としてカンナの心を深く傷つけてしまった。姉殺し、ホエミーがあんなことを言ったせいで。サラ悪い、カンナの着替えになりそうなもの探してきてくれないか。お安い御用です。絶対こういう優しい人死ぬよね。ジョーは孤独にうつむいている。一人にしてほしいか。おちゃらけてみる。さすがにそういう雰囲気じゃないだろう。ジョー、少し話さないか。やれやれ、一人にしてくれって言ったろ。私はおせっかいだからな。ここなんか落ち着くんだよな。酒なんか飲んだことないのに、なんでだろうな。なあサラ、刑事さんのこと本当に警察官だと思ってるか。え、ジョーはずっと疑ってたのか。いや、サラの意見が聞きたかったってだけだって。刑事さんは警察官だと思う。刑事さんは嘘をついている。この選択肢で何か影響があるんだろうか。いや、信頼することが何よりの何とかかんとかって冒頭で言ってた気がする。そうか、そうだよな。くそ、だっせーよな俺。ちょっと意見が割れりゃ不安になってよ。俺さ、あの中に誘拐犯側の人間なんていないと思うんだよな。おかしいぞ、それを最初に言い出したのはジョーじゃないか。でも信じようとするほど疑っちまうんだよな。なあサラ、刑事さんのことを少し探ってくれないか。私が？いや悪い、やっぱ聞かなかったことにしてくれ。信頼したいからこそ疑う。お互いをもっと知った方がいいのは確かだ。私が死なないためにも。サラ、なんでもない。何を考えてるんだ私は。私に任せろジョー。マジか。無理しないでくれよサラ。遊戯場に来いってことなのか。あれ、なんでこっちに移動してんの。ファッ、なんだ。椅子にはカンナが座っている。これは人形だ。服で見えない胴体以外は気味が悪いほど精巧に作られている。人形の手にはご自由にお使いくださいと書かれている。意味深。ご自由にか。動かしてみる。重いな、本人くらいの重さはあるぞ。仕方ない、やはり着替えだけ拝借しよう。人形の服を剥ぎ取った。よし。人形とはいえこのまま放置はなんだか悪いな。カンナの人形を目立たないところへ置いた。すまないな人形さん。主と名乗った絵画はもう動く気配がない。サラ、着替えになりそうなもの見つけてくれたか。青い部屋で見つけました。全く同じ制服じゃねえか。不気味だぜ、こんなものまでしっかり用意されてるってよ。ありがとうございます。カンナ、さらに衰弱している。優しく声をかける。カンナ、わっ。おい、カンナ、落ち着きな。どうした。ごめんなさい、もう優しくしないでください。希望を持つのは怖いんです。サラ、な、どういうことだ。三島先生とついた嘘を話す。怖い。猫さんはきっとあの時正直に話すべきだったと言うだろう。でも私は。サラ、こっちを見ろ。追い詰めるんじゃねえ。え？話してみろ。私の言うことが聞けねえか。わかりました。
三島がそんな話を。ジョーのせいだ。やめろよ、そんなこと言うんじゃねえ。傷つけるために言ったのか。違うやろ。確かに最初は三島が嘘をついた。それが正しいことかわからねえけどよ、確かにカンナの目には希望が宿ってたんだ。心が折れた人間に夢を見させることがどんだけ難しいか。クソ、私はなんで三島にヘンテコ教師だなんて言っちまったんだ。レコさん、姉貴。男だからってろくでもねえやつと決めつけるのはよくねえな。まさか姉貴投票したんじゃ。事情は分かった。カンナのフォローは私がやるよ。サラ、大事なのはこれからだろう。はい。これ投票したんじゃないでしょうね、この人。確かソウさんはここに来いと言っていたが。サラさん、こっちこっち、ここだよ。え、ソウさんそこにいるんですか。おお、新しい部屋。こんな場所があったなんて。隠し部屋。暗いでしょ。スタンドしか明かりがないんだ。こんな暗い場所で見せたいものって何ですか。机の上調べてみてよ。ノーパソ？これはノートパソコンだ。興味深いでしょ。一応起動させてみたんだ。電源コードはついてないけど予備電力で動いてるみたい。つまり充電が切れたらおしまいさ。慎重に中身を調べたいんだけど。そうですね、中身は何が。それがね、パスワード、つまり暗号でロックされてるんだ、このパソコン。中が見れないってことですか。適当なワードで試してるんだけど充電だけが減っちゃって。何か心当たりないかな。誰かの人名、誘拐犯の組織名、誕生日。誘拐犯の組織名をわざわざ入れるわけないと思うな。人名かな。そっか、可能性はあるよね。それにもし人名で解除できればこのパソコンの持ち主である可能性が高い。ただ全く知らない名前だったら知りようがないんだけど。都合よくパスワードの書かれた紙が見つかれば一番いいんだけどね。それこそ罠ですよ。そっか。ヒントでもあれば。そっか、ヒントか。もしかしたらこれは誘拐犯側が置いたヒントなのかもしれない。どういうことですか。彼らにとってはどうでもいいけど、僕らにとっては有益な情報がここに入ってるんだよ。謎が解けたら気前よくくれてやる。ダメならダメで構わないってね。充電が切れればもう見れない。次元式の宝箱ってところかな。そんな親切な奴らとは思えない。よし、僕はここでパスワードの解析頑張ってみるよ。サラさん、手がかりがあったら教えてね。怪しすぎやろ。けど希望がなきゃ上を向けない。充電が切れるまでは操作も上を向いていられるかもしれない。パスワードこじ開けてみせるよ、サラさん。背表紙はちゃんとしてるけど、中身は白紙のノートだったよ、全部。刑事さんは本の並びに理由があるかもねーって言ってたけどね。刑事さんもここへ来たのか。ぐる。ん？わっ！今人影がいたような。また電気が消えた。一体何が起きてるんだ。呼びかけてみる。急いでこの場を立ち去る。好奇心が勝る。一人で行動するのは不安だ。一度戻ってみるべきかもしれない。
振り返るとドアは固く閉ざされていた。開かない、閉じ込められた。天井から何か垂れてる。ろうそくが立ててある。ライター。ライターを使ってみるか。全然明るくならない。わっ、大きなクマのぬいぐるみだ。中に何か入ってんのか。一応今は何もできない。何かのメモのようなものが散乱している。ん、なんだこのメモは。 6.6% ヤブサメアリス、 5.3% 鍵山蘭丸。これ死んだ人の名前かな。三島先生の名前と知らない人間の名前が書いてある。ん、ヤブサメアリス。このメモは取っておこう。箱はあるがネジでしっかりと蓋されている。これはボトルか。中には水が入っている。ボトル、怖い。絵画の四隅にはネジや釘が打ち込んである。本棚には本が並んでいる。背表紙はしっかりしているが本の中身は全て白紙だ。これには突っ込まないのか。本棚の上には両手で持てるほどの箱がある。背伸びをしてもギリギリ届かないな。何か適当に足場になるものがないだろうか。机とか。机にはもう何もない。これか。足場になるもの。これを倒すとか。鍵か。これは関係ないのか。なんだかかわいそうだ。拭くものがないだろうか。拭くもの。メモの紙ならありますが。気味は悪いが少しかわいそうだな。この気になるメモ以外で拭いてあげるか。これでいいんだ。ん？クマの口から何か出てきた。工具マイナスドライバーを手に入れた。このマイナスドライバーで。また工具が入っている。工具六角レンチを手に入れた。ん？血？床に赤い液体が滴り落ちている。六角レンチ。ちょっと行儀が悪いが、本を足場にして棚の上の箱を見てみるか。これでよし。なんか時計のようなものが。本棚の奥にはデジタル時計が置いてある。28時75分で止まっている。わかりづれ。2本の針を手に入れた。長くて大きい針だな。針？ブスリ。あ、針って時計か。合わせればいいのね。2本の針はどうやらこの時計の針みたいだ。まずは単針を時計盤のどこを刺すようにつけるか。28時だから4時ってことか。次に長針を時計盤のどこへ刺すようにつけるか。
75分ということは15分ってことか。15ないっすね。あ、3ってことか。何も起こらないな。75分というのは1時間と15分になる。つまりこの時計の針は5時15分になるよう設置すればいいんだ。深読みすぎ。最後の5時はいらなかった。時計の振り子が動くとつっかえていた何かが落ちた。自分が悪いんだけどすんげえなえるっていう。あとはこれか。ご丁寧に全部違うネジで止めてある。4種類の工具がなきゃ外せない仕組みか。4種類の工具。もう分かりませんが、床の隙間に工具をねじ込めば開きそうだ。床の下に赤い液体がどんどん溜まっていく。これに入れろってことか。水を入れれば水かさが増しそうだな。ん？何かが浮かび上がったな。赤い液体には何かが浮かんでいる。できれば液体に触れたくないな。工具、釘抜きを手に入れた。やったぜ。よし、4種類すべての工具がある。取り外せるぞ。絵画を取り外した。壁が。ロッカー？縦長のロッカーが一つ置かれている。開けますか？嫌な予感がする。落ち着け私。開けるぞ。わあ。誰っていうか、死んでんのか生きてんのか。生きてた。微妙に生きてた。なんかドリアンにやられた加藤みたいな。大丈夫ですか？意識がない。どうしよう、起きる前に逃げた方が。いや、助けて言うてたのに。いい人かわからないけど、この人は助けてと言った。なら連れて行こう。どこにも怪我はなさそうだけど、慎重に連れて行こう。いつの間に扉開くようになったんだ。あ、サラ。どうしたんだそれ。私の姿を見るなり突然倒れたんだ。ジョー、手を貸してくれ。わかった、みんなのところまで運ぶぞ。そのつもりだ。ピンクの部屋でいいのかな。みんなのところってそもそもここでいいのか。ん、サラちゃん、それってはあ、どういうことだよその肩の野郎は。手を貸してください。実はカクカクしかじかで。安心しな、気を失ってるだけだよ。何者なんだろうなこの人。首輪がついてるね。新しい人員が補充された。そうか、彼は仲間です。縄で縛りましょう。信頼することがどうのこうの。
だといいね。今まで姿を見せなかったからおまわりさん警戒しちゃうけど。確かにこの人、今までずっと赤い部屋にいたのか。この人が起きるまで事情を聞くことは難しそうだな。まあ動けなくしとけば心配ないだろうね。起きたらゆっくり事情聴取と行こうか。あの刑事さん、まだ奈緒さんたちは？ああ、ずっとあのままさ。一歩も動かないよ。おまわりさんも見てるのが辛いね。もしかして調査したいんですか？部屋から出ればいいじゃないですか。どっちもどっちだな。どっこいどっこい、どっこいどっこいやな。まあね、辛いけど誰かがやらなきゃいけない仕事さ。ちょうどプロなんだおまわりさん。ただ会話をしたことある相手をこうして調べるのは初めてだけどね。やっぱ辛いっすよね。バーカ、ナオちゃんの方がよっぽどだよ。尊敬する人を失っちまうなんてな。 あの刑事さんにも尊敬する人っているんすか？いたけど。部屋にいる方へ連絡を行います。あ、遺体の回収を行うため速やかにその部屋を退出してください。遺体を回収？ふざけないでください。先生は、先生は誰にも渡しません。逆らうことは許しません。霧の散布を開始します。またガスかよ。いや、やめて、やめてください。先生は死んでなんかないんです。いや、君のせいで首落ちたけど。何するにゃん、そんなことしちゃダメだわ。どいてください。待つにゃん。銀、ダメだ、待て。こりゃまずいね。追いかけるぞ、サラちゃん、ジョーク。頼んだ、ナオは冷静じゃねえ。丁寧に扱ってくれよ。あれ、どこ行ったんだ。まさか、あの階段の先に行ったんじゃ。九太郎さんがいない。2階に行っちまったのかな。どうする。手分けして探す。全員で2階を探す。手分けして探すか。いや、全員やろ。ダメだ、1階にいたらどうすんだよ。じゃあ選ばせるな。俺は1階を探すから2人は2階を探してくれ。頼んだっすよ刑事さん。オッケー。見つけたらすぐ戻ってこいよサラ。急ごう。なんだこれ。湯、石、鏡、湯。ここが2階か。ドアがいっぱいだね。どこに行ったんだ。湯、石、鏡、湯。赤い湯のドアだ。石のドアだ。鏡のドアだ。黄色い湯のドアだ。大きな鉄格子が通路を塞いでいる。どういうこと。湯、部屋。入れるんだ。ここにはいない。すごいレトロ感。ペンギンのような像がある。ペンギンじゃないよ。お風呂に温かいお湯が溜まっている。ボトルにお湯を入れる。入りたい。我慢だ今。ボトルにお湯を入れた。シャワーもないのにシャンプー等が並んでいる。暗がりに小さなサウナがある。暖かくはない。